トムス見つけるの早くない？今回は、Amazon から届いた絵本をまたご紹介したいと思います。スタート。すごい届けるさあ出てるじゃあ開けて。今回も絵本を頼んだんですけど、トミカは一つだけ頼みました。早速見つかりました。かぶってるわ。ちょっともうちょっと寄っていただけると嬉しいな。ねえ見て、赤とグリーン、クリスマスカラーじゃない私たち。じゃあこれママからのメリークリスマスプレゼントということで、じゃーん、映ってる。機関車トーマス、僕ちゃんの大好きな大好きなトーマス。で日本に帰ったらさ、トーマス店とか行きたいよね。これどうやって開けるの？開きません。え、やだ、難しい、これ。え、待って、苦手。ちょっと待って。ハサミで開ける？手で開ける？教えて。え、ロングタイプだ、これだった。ロングタイプだってね、やだ。こっちから開けよう。やばい。破ってしまった。ね、開かない？これ、本当に。なんで？開かないね、これ。開いた、開いた、開いた。はい。うわー、かわいい顔するね。またトミカはそれ一つ今回、あとは絵本とこれ見て、何でしょうか。こっちでしょ。プチキッズ1歳6ヶ月からジェル状歯磨き。これね、イスラエルには売ってなくはないんだけど、なんかクチュクチュペイができる子向けのが多いんだよね。これはさ、クチュクチュペイできない子でもいいんでしょ。お口すすぎが上手にできないお子様にはブラッシング後ガーゼなどで拭い取ってあげてくださいって書いてある。日本に帰ったママ友たちは結構これを一緒に入ってたか、買って帰るって聞いてたから、もう今回 Amazon で頼みました。なんかヤマトさんだとこういう口に入れる系は、うわかっこいい、かっこいい、送れないんだけど、アマゾンで調べたら送れることが分かったので2つも買ってみました。今日から使おう、これ。虫歯にならないといいね。どう味好きかな。全部つながる。わーすごい、全部つながってる。もうない、もうない、トミカ。あ、助けて。開ける？開けてもいいよ。見てこれはね、ほらちょっとこっち見て。トミカの箱っぽいけど自撮り棒でございます。私が壊したからやっと買いました。自撮り棒、セルフィーだよ。トミカじゃなかったごめん。やっぱり親まだ一人泣いてる人だと思う。何の音それ？あ、どんぐりコロコロ立てたね今ね。どんぐりコロコロどんぐりコ、お池にはまってさ。これじゃーん、自撮り棒。自撮り棒がずっと欲しかった。旅行に行くときとか、こういう自撮りするとき、まさに上手。2000の上手、一緒にやろう。せーの、じゃーん、じゃーん、かわいい。大好き、うん、かわいいね。かわいすぎる。よよ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 よ、伸びたー。どうやって携帯を引っ張るのかな。これを引っ張るため。あ、これを引っ張るため、こうしてこうしてどうするかね。これどうなるの、誰か教えてよ。ママどうでしょうか。やっと自撮り棒三脚が届きました。イエーイ、イエーイ。これ何、トミカも届いた。トミカも届いたね。どう、気に入った？もう終わってないね。もうこれで遊んで、これで達成。イエーイ。じゃあ絵本をちゃんと紹介したいと思います。みっちゃんそれで遊んでてくださる？今は13、まあ13、今1分ぐらいちょうど。じゃあ絵本紹介いっていい？早速じゃーん歯磨き列車ドーン。歯磨き上手になって仕上げはママですってやるときにさ、まず私がね、子供の歯磨きの練習をした方がいいと思う。イエーイ頭の上乗ってる、上手。バック歯磨き、ちょっと落ちちゃった。歯磨き列車出発進行。
ちょっと今夜からこれを読んで歯磨きをしてみたいと思います。どうでしょうか。じゃーん。よし、これで。うえ。歯磨きしたくなっちゃった。おお。歯磨き列車がね、口の中をシュシュッポッポ、シュッポッシュシュッポッポ、シュシュッポッポって綺麗にしてくれてます。歯磨き列車でした。はい、どんどんいきますよ。次、あ、私の好きな吉武慎介さん。はい、これもです、これも。はい、かぶってます。じゃーん。あ、どうとうとう。食べてもらったです。大変あったです。おめでとう。細かい値段調整のために、まあ、合計金額を。こう関税がかからない上限ギリギリまでマックス注文しようと思った時にトミカがちょうどね300円とか500円だからちょうど調整しやすい金額なんだよね。絵本の紹介に戻りますが、もしもの世界、吉武慎介さん、こちらも吉武慎介さんで、逃げて探して、これね、もう吉武慎介さんの世界が大好きすぎて子供に読み聞かせるというよりは自分自身が読んだりこのイラストを見て癒されるという方向に行ってますね。なので今結構吉武慎介さんの本を買い集めるという、もしもの世界、もしも何かをなくしたら、もしも戻ってこないなら何度も読み返してほしい吉武慎介が描く新しい物語。やあ、おはよう。突然で申し訳ないんだけど、僕もしもの世界に行くことになりましたとおっしゃってます。それから逃げて探して、逃げるために探すために君の足はついている、生きづらい世の中のすべての人へ、ラストはあなただけの物語に続きます。今君が動き回れるのはすごく狭い範囲かもしれない、でももう少ししたら君はどこにだって行けるんだ、宇宙にだって行けるかもしれないという感じで、僕ちゃんが見切れております。次、じゃーん、またトイレトレーニング。トイレ出てきて、トイレでできたモンテッソーリのトイレットトレーニング、モンテッソーリのトイレットラーニングを始めよう、トイレデビューに変えた。上手に挟んだね。やった。最近トイレにね、またがることができるようになったでしょう。だからちょっとこれを読んでみて、またトレーニングというか、トイレをするというイメージトレーニングね、あの無理にトイレトレーニングはしませんので、無理強いしませんので、自分のペースで進めてください。絵本は読みますけども、トイトレは無理に進めないので、ご自身に頑張ってください。トイレの自立を助ける絵本、ここね、裏を読んでますよ。これ0歳から6歳のモンテッソーリ教育では現実の世界のことを子供に伝えていくことを大切にしています。そのため子供が絵本に自分を重ね合わせられるようトイレの自立のありのままを描きました。お子さんのトイレの自立に ママ親子が一緒に、ママすごいやつ、すごいよかったね、息子じゃないわ、親子が一緒になって向かっていけるような一冊になりますように、著者すごいよ、これすごい、本体1300円、ママこれすごいよ、すごいね、何がすごい、トーマス、あ、見て、じゃーん、働く車シリーズ、これね、働く車たちの道路工事、帯も可愛くない、これ、さあ読んでみよう、動いてるこれできる、これできる、ママまた釣り上げてる、釣り上げてるね、クレーン車が釣り上げてるのは多分これ地図だね、道路工事の地図だね、新しいママこれすごいよ、すごい、見せて、中身見せて、中身どこ行ったん、中身見せて、走らせてみよう、中身入ってる、この働く車たちの道路工事と、もう一冊今回も働く車シリーズを買いました、イエーイ、もうこれでね全部で5冊、働く車たちの解体工事、どう、読みたくなった、いいよ、読もう、入った、次は働いてないだくむだい、今回買ったのは働く車シリーズ2冊と吉武慎介さん2冊、それからトイレトレーニングと歯磨きトレーニング、ママこれ見て、見てるよ、もうずっと見てる、うん、かっこいい、というわけで今回の絵本は何冊だったでしょうか、一緒に数えてみよう、1、2、3、4、5、6冊、イエーイ、6冊買いました。ちょっと難しい、こう一緒にポージング
ひや。ひや。おっと。ま、六冊プラス。このわおわおわお。このトーマスと歯磨き。これ合わせて買いました。あともう一つね、一番本命はね、なんか別便に届くんだけど、配送料は一緒くたにしてくれてるからありがとうございますって感じですね。外行きたい、行こう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 。ちなみに働く車たちシリーズは全部これで5冊になりました。おやすみ働く車たち、おはよう働く車たち、働く車たちのクリスマス、それから今回買った働く車たちの道路工事、それからママ働く、はいはい、ただいま参ります。働く車たちの解体工事、はい、というわけで今回のアマゾン開封動画おしまい。開封動画を今後撮影していこうと思ってますので、グッドボタンとチャンネル登録をよろしくお願いします。はい、今行きます。